どうも皆さんこんにちは、こんばんは。それでは今回もモンスターハンターワールドの動画やっていきます。今回もまた例のごとく歴戦をネルギガンテのオグガンマ使った装備の紹介です。今回はライトボウガンでかつガイラブリッツ演劇に合わせた装備をちょっと作ってみたので、そちらの紹介となります。2つ作ってみました。スキルはこんな感じです。片方はまあよくいつも通りの耳栓スキルや体力増強などに合わせたやつと、もう1個はそういった生存スキルはちょっと取っ払って作ってみたというやつです。ということで早速装備の紹介やっていきます。それではまずは一つ目の防具の紹介です。一つ目の防具ではオーグのシリーズスキルの加速再生が発動しています。そして通常のスキルでは耳栓のレベル5、攻撃のレベル4、体力増強のレベル3、属性解放のレベル3、弱点特攻のレベル3と渾身のレベル3、見切りのレベル2、通常弾通常や強化のレベル1と挑戦者のレベル1となっています。部位ごとの防具の紹介です。今回は頭と腰と足のところにオーグの防具を持ってきています。そしていつものごとく頭のところがオーグヘルムアルファとなっています。通常のネルギガンティの装備です。腰と足がガンマの方になっています。そして胴のところがキリンベストガンマとなっていて、腕のところがゾラマグナクローガンマとなっています。装備している5石は耳栓の5石です。そして1つ目の装備では耳栓のスキルや体力増強のスキルなども発動させて、どちらかというと生存スキルなども重視しているので、今回カスタム強化のところでは回復能力付与も発動させています。装飾品の紹介です。まず武器のところのレベル3スロットには強弾銃つけて、これで通常弾強化を発動させています。そして頭と胴のところ3つに体力銃つけて、これで体力増強のレベル3。そして今回腕のところのレベル3スロットには解放銃つけて装填拡張のレベル3に上げてるんですけれども、おそらくこのガイラブリッツ演劇を使っていくときにはメインとなる攻撃はレベル2の通常弾を速射で使っていくのが主な攻撃となると思うんですが、レベル2の通常弾は装填拡張レベル2の状態で最大の8発までに上がるので、レベル3まで上げなくてもレベル2通常弾は最大の装填数に上がるので、解放銃ない人でもこの防具だと自然と装填拡張レベル2は発動しているので、これでも十分通常弾レベル2の速射は使っていけるので、解放銃ない人でも使っていってください。もしくは解放銃持っててもレベル3まで上げる必要がないという方は外してもらうと、ここレベル3スロットが1個開く形になるので、他のレアな装飾品もつけれたり、ここの達人銃今回つけてるんですけれども、この辺も外してもらうと合計で3つスロットが開く形になるので、その他の装飾品に合わせてレベル3を発動させたりということもできたりするので、例えばまあ治癒時とかつけて回復量をさらに上げたりとかもできるので、そういった感じでよかったらいろいろ変えてみてください。そして先ほど一瞬ちょっと外したんですが、腕のところと腰のところのレベル1スロット2つに今回は達人銃2つつけて見切りレベル2を発動させています。でこのオーグの加速再生についてなんですが、ライトボウガンの加速再生での回復量っていうのは他の体験などの武器に比べて結構少ないです。なので例えばここの武器の、レベル1スロットの達人銃を外して、その辺の回復量を少しでも上げるっていう意味で治癒銃とかつけて、体力回復量アップを発動させるのもありかなと思います。今回武器にも回復能力表をつけているので、その辺の回復量を上げるっていう意味でも、より生存スキルとか、生存を重視したいっていう時はそういうのもありかなと思います。この辺もよかったら変えてみてください。そして最後は腰のところのレベル3スロットと足のレベル2スロット2つに通気基準3つつけて、これで弱点特攻もレベル3に上げています。通気基準3つと通常弾強化の装飾品は必要なんですけれども、それ以外は比較的レアな装飾品とかをなるべく使わないで、属性解放とかも防具のみでレベル2は発動するような感じに作ってみました。よかったら参考にしてもらえたらと思います。この装備での会心率は攻撃のレベル4でプラス 5%、 弱点特攻のプラス 50%、 そして渾身レベル3のプラス 30%、 見切りレベル2のプラス 6% と挑戦者のスキルが発動した時はプラス 3% で、全部が発動した時には 94% となっています。これで1つ目の装備の紹介も終わりです。それでは2つ目の防具の紹介です。まずスキルの紹介ですが、こちらの装備ではゼノラージのシリーズスキルの弾丸節約を発動させています。そして通常のスキルでは攻撃のレベル4、超会心のレベル3、弱点特攻のレベル3、フルチャージのレベル3、渾身のレベル3、属性解放のレベル2と通常弾通常や強化と見切りのレベル1、そして強化持続と特殊射撃強化が発動しています。部位ごとの防具の紹介です。頭のところが竜王の石眼アルファです。胴のところがオーグメールガンマとなっています。
そして腕から足にかけてがゼノラージのガンマシリーズとなっています。装備している5隻は渾身の5隻を装備しています。武器についてはこっちの武器装備ではカスタム強化で回心率強化にしています。次は装飾品の紹介です。こっちの装備ではレアな装飾品をふんだんに使っているので作成難易度は高めとなっています。まず武器のところのレベル3スロットに5弾銃強弾銃つけているのでこれで通常弾強化発動させています。そして頭のところと胴のところのレベル3スロット2つに解放銃つけてこれで属性解放レベル2です。そして胴のところのレベル2のスロットには通撃銃1つつけて弱点特攻のスキルを発動させてレベル3に上げています。そして胴のところのレベル1スロット1つは余っていたので今回僕の場合は達人銃を1つつけました。そして腕のところのレベル2スロット2つと腰のところのレベル3スロット合わせて3つにフルチャージの装飾品を3つつけてフルチャージレベル3を発動させています。そして腕のところと腰のところ、そして足のレベル1スロット4つに攻撃銃4つつけて攻撃スキルレベル4を発動させています。そして最後足のところのレベル2のスロットに超新銃つけてこれで超回心もレベル3に上がっているといった感じとなっています。この装備での回心率については武器にカスタム回心つけているのでプラス 10% と攻撃のレベル4でプラス 5%、 そして弱点特攻のプラス、レベル3でプラス 50%、 渾身のレベル3が発動してプラス 30% と見切りのレベル1でプラス 3% で全部発動した状態で 98% となっています。これで2つ目の装備の紹介も終わりです。それではここからは久しぶりの試し打ちやっていこうと思います。使っていく装備は2個目の装備使ってます。戦っていくのは歴戦のネルギガンテです。本当は歴戦のネルギガンテを練習してみようと思ったんですけれども気がついたらもう1回目の配信が終わってしまっていたので1個下のランクの歴戦のネルギガンテでやってみていますということなのでずっと歴戦をネルギガンテやってたりした人からするとちょっと戦闘とかがあんまり見応えないかもしれないですけども、まあ、試しに歴戦でやってみようと思います。ということでやっていく戦い方としてはもうほとんど変わらないです。レベル2の通常弾をひたすら撃ち続けていくという感じです。で2個目の装備ということなので今回はあの体力増強とかつけてないので僕の場合はあのマルチとかでは基本的に怖いので使っていかないんですけども素材集めなんかで使っていこうかなと思います。で今回のこの装備だと装填拡張のレベル2とゼノラージのシリーズスキルの名刀流の神秘も発動しているので運が良かったらかなりの間リロードなしでレベル2通常弾を打ち続けることができるんですけれどもタイムアタックとかされている方からするとこの弾丸節約ってどうなんですかね。自分はもうタイムアタックとかせずに本当にフレンドとかあとは一人でまったり楽しく装備作って遊んでるぐらいの人間なんですけれどもなので素材集めとかではこの装備使っていこうと思うのでその中だとやっぱり弾丸節約あってくれるとまあリロードも挟む回数が少なくなったりしてストレスなく結構個人的には戦えるので結構好きなスキルなんですけれども、まあ、自分みたいにこう素材集めとかソロでやったりするときにある程度こう下のランクの昔のあの回とか、まあ、上位あたりのモンスター倒すときにはまあ体力増強つけなくてもいいかなみたいな感じの人だと、まあ、これで自分的には十分かなっていう感じでした。ということでもうひたすらトゲを打ち続けています。やっぱ歴戦をネルギガンテと比べると非常にやりやすいですね。あの新モーションの飛んで空中に飛んですぐ急降下してくるあの技とかがかなりやりづらかったので僕の場合はなのでずっとガンランスとかチャージアックスでやってたんですけれども、ライトボーガンも試してみたかったですね。気がついたらちょっと配信期間中あんまりがっつり遊べなかったので気がついたらもう配信終わってしまってたんですけど、まあ、次がまた歴戦をネルギガンテ配信されるの楽しみです。だいぶ先になりそうな気もしますけれど、でここを寝床まで逃げられてしまいました。で、まあ、ちょっと早送りしまって爆弾持ってきてなかったのでもうそのまま殴って起こしたんですけれどもこれですぐ終わりました。でタイムも寝床まで逃げられたんですけれども3分切れてたのでまあ自分の中では十分かなといった感じでそこまであの切り詰めてやってるっていうわけでもないんで素材集めとかするときに、まあ、このぐらいのタイムで1回1回終わらせられてたら個人的にはありかなという感じで1個このレベル 2、2個目の装備ですね。レベル2って何やね、2個目の装備使ってみましたということで、まあ、もし気に入っていただけたら使ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。